ミネソタ司法センターに展示されている構図地と法定二次録法学とは法または法律に関する学問である。法学の分類として一般的なのは実定法に関する研究を行う実定法学と基礎法学への分類である。法律学とも言うドイツ語ジュラという語で同じ内容を指すこともあるが本来これはラテン語のユスの複数形である。 複数形であるのは、俗界の方と正解の方の両方を収めていた頃の名残であると言われる。また、英語のジュラスプルーデンスやフランス語のジュラスプルーデンス、ドイツ語のジュラスプルーデンズ、ローマ法におけるユリスプラデン社という表現に由来する。市民法大全の方角定用によれば、方角とは正しいことと正しくないことを知ることであるとされていた。しかし、 イマヌエル・カント以来の法と道徳の春別の結果、実定法学が分かれ出ることになる。基礎法学の中で、法哲学は古代イギリシャに起源を有するが、19世紀に実定法学から分離し成立した分野で、実定法の哲学的考察、実定法の一般理論、法学方法,法論をその領域とする。法史学は実定法学の一部としてのローマ法学や、 ゲルマン方学の方言研究に起源を有し、これらが発展したものである。諸法域の実定法を比較する比較法学とともに、歴史的、地理的な比較の中に対象となる実定法を位置づけることにより、実定法の認識を豊かなものにする。日本の研究においては、基礎法学による知見をもとに、一定の解釈を展開するというスタイルが支配的である。 実定法学の対象は大きく広報と司法に分かれる。これらの対象に応じて広報学、司法学と呼ぶ。憲法学、行政法学、租税法学、刑法学などは広報学に属し、民法学、商法学などは司法学の個別分野である。しかし、この分類は理論的に意味のあるものであるが、あまり便宜的ではないので広報学、 民事法学、刑事法学、基礎法学のように4分することもある。ここでは、国際法を広報に含め、4つのカテゴリーに分けることとする。法思想その他によって、法学の学派を区別することがある。A、ロー、フツ、ドロア、ドク、レヒト、イ、レッチェ、ラ、ジャス、A、ローズ、フツ、ローイ、ドク、ゴゼッツ、イ、ジリット、ラ、レックス、A。 フッツ、サイエンス、ドック、ウィッセンシャフトハット、ジュラスティーリントン、イッヒストディタージュラ、トー。ラテン語、ユリスプラデンシャエ、ユステアテキニャスティサインティア。ありがとうございます。